はい、朝でーす。コビットちゃん起きました。おはようございます。コビットちゃんね、今日大事な日なんでちゃんとご飯食べてもらいます。ザーフの食です。おいしい？よし、ずれました。清明神社の中です。いろんなお札とかこっちにも売ってるんですけど、お土産です。で、清明神社の奥にあります。ここね、京都は本当にすごいと思います。前回大阪の清明神社できましたけど、ここは京都です。今日天気いいな。よし、お手洗うね。カビトちゃんお手洗うよ。いれ、おいで、カビトちゃんお手で、はい、こっちでも両手にして、そうで、はい、よいしょ。おゆうちゃんお口もね。よいしょ。はーい。いただきました。よいしょ。いきまーす。はい、ちょっと今日大事なので。大きいのが来ない？小さいのが？やだ。小さいのが来ない？大きいのだけ？大きいのと小さいのが来ない？じゃあ何月に大きいの来る？じゃあ長い。長いんだ。何月？1月。1月だそうです。エスパーコットちゃん。2025年かな？の1月。ちょっと大きいのが来るっていう予想です。はい、というわけでちょっと星街を見に行きました。はい、じゃあね、はい、じゃあそういうことで今日はちょっと大事な日でした。はい、じゃあチャンネル登録見てね、見てね、バイバイして、バイバイ、バイバイ。天龍寺です。天龍寺のご飯を食べに来ました。ご飯を食べに来ました。天龍寺のここね、今日満席です。4月です。今日はね、何日だっけ、5月18日か。2024年の5月28日5月18日です。はい、天龍寺ね、天龍寺後で行こう。で、ここから入っていくんですけど、ここがご飯の場所になります。
のね、庭園の中から入っていくんです。海外の人もね、多いです。よいしょ。天龍寺の中にある精進料理です。これがめちゃくちゃ美味しいんです。これをね、うちはよく食べに行きます。はい、精進料理のしげさんです。予約しないとね、多分満席になっちゃいます。小太ちゃん勝手に行っちゃいました。ちょっと待って待って待って。はーい、入ります。一番怖い小太ちゃんです。どの虫？どこにいた？ここ、マブの谷。どれどれ？これ。ほんとだ、なんだろう。怖いよ。虫がすごいね。怖いだよ、こう。怖いだよ、拭いて。怖いだよ、だ。怖いだよ。はい、エスパー小太ちゃん。小人ちゃん、小人ちゃん、小人ちゃん、小人ちゃんね、偏食なのでご飯です。しげつさんですね、はい、こんな感じです。これね、精進料理なんですけどめっちゃ美味しいのでおすすめです。本当におすすめ。はい、じゃあ京都に行ったら来てねって。見てね、バイバイ。バイバーイ。チャンネル登録してね。あー、チャンネル登録してね。ねえねえ、地震何月に来るの？4月。4月？これ？うん、4月。うん、これは？1月。これ、ここは来る？来ない。え？大きい音がしゅーたらちょ、大きい音が地震しゅーたらちょ、それが大きい地震があるの。何月にあるの？4月。4月なんだ。4月なのね。どうやってやるの？分かった。1月も来るって言ってたけど、1月は小さいのかな。うん。うん、分かった。4月はすごい大きいんだ。大きいの？うん。お、どういう音？どういう音がするの？どうやっていうの？どういう音がするの？大きい音だし、ちょっと死んじゃって、うん、ちょっと死んじゃったよ、大変だったよ。うん。だったよ、手出しちゃったよ、ちょっと気をつけてって言ってみたよ。あ、そうなんだ。わかった。ありがとう、小太ちゃん。